LC 役のマリリン・モンロー王子と踊り子は1957年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画ヨーロッパ防国の摂政大公とアメリカ人女優の恋愛を描いている DVD のタイトルとしては王子と踊り子となっているものも存在する劇作家テレンス・ラティガンによる1953年のイギリスの舞台劇 眠りの森の王子を原作としている。マリリン・モンローが映画家権を購入し、ラティガン本人が映画の脚本を担当した。放題では、プリンスを王子と訳しているが、この場合のプリンスは太公の意味である。1911年6月、カルパチア王国の若き国王ニコラス8世とそのジップで摂政であるチャールズ太公は、 ジョージ5世の戴冠式に出席するために、ロンドンにやってきた。英国外務省が接待で連れて行ったミュージカルで、大公は、早くのアメリカ人女優エルシーと出会い、その可愛らしさに一目惚れする。カルパチア大使館に招待されたエルシーは、大公の下心を見抜いて、逃げ出そうとするが、高齢の無邪気な交代号に気に入られ、王公貴族に混じって、戴冠式に列席することになる。 大公の息子である16歳の国王は国の民主化を図るために父親から政治の実権を奪う謀反を企てていた。大公はその計画を見抜き常に国王を監視している。天真爛漫なエルシーは不死の話し合いで問題を解決させるために冷え切っている国王と大公の中を取り持ち始める。無邪気でセクシーなエルシーに翻弄されながらも大公はエルシーに 惹かれ、二人は暑い人夜を過ごす。翌朝、浮かれた様子の太公は国王に対して、父親としての愛情を率直に示す。太公は、帰国にあたって、エルシーを連れて行こうとするが、それを知ったエルシーは立場をわきまえ、やんわりと辞退する。太公とエルシーは互いに思いを残しながらも、穏やかに別れる。太公を見送ったエルシーは、太公や皇太后、国王から授かった。 記念の品を大事層に抱えて大使館を後にする。ありがとうございます。